アンテノール、ジュニオウォール・フェルナンデス・ダ・シルバ・ビトリアは、チリ・トコピージャ兼トコピージャ出身の、同国代表サッカー選手。イスタンブール・バシャクシェヒル FK 所属。ポジションはフォワード。ブラジル人の両親のもとに生まれ、6歳の時に、トコピージャから、カラマへ移住する。兄弟のクリスティアンと共に、学校へ通い、そこではスポーツと音楽に励んだ。 カラマに住んでいた間は CD コブレロアのユースチームに所属し、2006シーズン中には3部に参加する B チームへ昇格した。この期間中にアレクシス・サンチェスと出会い、それ以来の友人。その後、リザーブチームへの昇格は叶わず、2007年に CD、ムニシパルメヒジョーネスへローン移籍する。レンタル先で活躍すると、 グスタボ・エルタ監督のリクエストでコブレロアのファーストチームへ加わった。プロデビューは第4節のデポルテス・ラセルナ戦。ストライカーのフェリペ・フローレスと交代で出場し2から1で勝利した。デポルテス・メリピー・ジャ戦で初スタメンとして出場5から1で勝利した。 2010年に CD マガジャーネスで2部優勝、1部昇格への原動力になると、その卓越したパフォーマンスが CD パレスティーノの目に留まることとなり、2011年に移籍する。そこでも活躍すると U-25 チリ代表にノミネートされる。CF ウニーベルシダデチレは、翌2012年のアペルトゥーラとコパリベルタドーレス優勝を目指すため、 2011年11月2日にパレスティーノから保有権50%を買い取り、遺跡金70万 US ドルを支払い獲得した。12月5日に背番号9を着用することがクラブのオフィスで発表された。プレゼンテーションでは、私はこのクラブのファン、そしてこのクラブでこの背番号を背負い、偉業を成し遂げたマルセロ・サラスが私のアイドルと語った。 開幕戦のデポルテスラセレナでチームデビューをすると遺跡初ゴールを挙げ3から1と勝利した。チーム2試合目となる12月22日のリベルタドーレスでの CD5 ドイクルスワントニオトンバ戦ではハットトリックを記録し5から1と勝利した。リベルタドーレス準々決勝ファーストレックでデポルティボキと相手に1の4と敗北も2012年5月10日のセカンドレックでは 先制ゴール含む2ゴールを挙げるとチームは6から0と大勝した。88分にフランシスコ・カストロと交代でピッチを去る際に4万5千人の監修はジュニ・オールの名を大合唱し活躍を称えた。2012年6月24日のアペルズーラー準決勝セカンドレグシエスドコロコロ戦でハットトリックをしヒーローになると最近のパフォーマンスへの批判を黙らせた。 2012年7月6日に5年契約でバイエルレバー空前へ移籍した。ドイツでは出場機会に恵まれず、2013から14シーズンよりプルバエ HNL の NK ディナモザグレブへローンで加入し、翌年には完全移籍。2016から17シーズンから新たに就任したイヴァイロペテフの下では戦力外となり、同シーズン後半は スーペルリグのアランヤスポルでプレーした。その後アランヤスポルに完全移籍した。2011年に、クラウディオ・ボルギ監督のもと、チリ代表に招集された。ジュニア・イエーガ、エーラ・ユー・ワイ・ディ・チェック・クーンプラス・エニョアンテスク・アレクシス、ハット・ラ・ユー、トゥー・ボ・ウン・エストリの子などを ENL ・アペトゥーロ、ハット・コ・パリベル・タ・ドーレス、ユーで、チリ・サカ・ウナ・アイム・アニとパラ・レイ・クー・パー・ハーセ・ワイ・ゴールア、 英語ドイクルーズハットバイヤーレイブクシンコンフィルマーガダ。デジュニアフェルナンデスレバークーゼン。チリ代表 FW を獲得。ジュニア、フェルナンデス SL エエノーボラフウェアソデルアランヤスパーで、ターキア。アドン91.7。2017年8月14日。閲覧。ありがとうございます。